こんにちは、大学の翔也です。今回はこの1階からの吹き抜けの天井を張っていきます。今回のこの吹き抜け部分は6畳あります。その横に4畳分の共用スペースがあります。10畳分の空間ですね。吹き抜けの部分は杉板で勾配に張ってあって、他の部分は水平に漆喰天井で収めていきます。勾配天井の部分は屋根勾配と同じ勾配で張っていきます。三寸勾配です。まああまりきつくはありません。天井の勾配は屋根から逆に下がって出していきます。勾配天井と水平天井が同じボードの場合は簡単に曲げて張っていけばいいんですけども、両方杉板の場合、そして今回のように2種類の材料を使った場合は、その境目に化粧の材料を入れてやらないと収まりません。この現場の場合は細い梅みたいな角材を入れてやります。ですからそこにまず真柱で下地を入れてやってね、そして改めて高さをきちっと出して墨をつけていきます。この材料は杉材で45/90で作ってあります。水平の部分は水平に小穴をついて、勾配の部分も勾配で小穴をついてあります。ボードの部分は小穴を別につかなくても割れるんですけど、杉板を小口に刺していきます。その場合はきちっとした小穴をついてないとなかなか貼るのは難しいです。いきなり中間にこう留める材料ですから、長さは少し効かしめに入れます。少し短く切ってしまいますと、これなかなか留めるのがこう難しくなります。そしてその材料の切れ端で正確な位置を出してきます。勾配の天井と水平の天井のこの隅は出てます。でもこの材料の正確な位置が出てるわけではありません。ですからその小口当ててみて、小穴と小穴を下地の下腹ラインに合わせて正確にこう位置を出してきます。これはもう現場で合わせてみないと絶対に出ない寸法ですね。そして台輪を正確な位置にきちっと止めてやって、ここから初めて天井下地をしていけます。まずは勾配部分の天井の下地からやっていきます。下地材はいつもの杉の40角で作っていきます。材料を勾配に割ってやります。三寸勾配なら三寸勾配で片方だけ割ります。そうすれば下刃が自然と勾配になってくれます。ですから上と下を勾配の材料を打ってやって、そしてその間に角材そのままを使って下地をしていきます。そしてこの台輪の小穴部分は天井板の切れ端を実際に当ててやってね、きちっと余裕なく下地をしていきます。どうしてもこの余裕がありますとこの木材は反ります。乾いて反って空いてきますので、小穴の部分だけはきちっと下地をしていきます。
下地は、まあ、一方方向に流す簡単な下地ですね。一回つけてみろ。400と天井下地をきれいにこう流した後で、今度は台輪をきれいに留めていきます。この台輪は天井も同じなんですけども、だいたい4ミリから5ミリほぐらします。そうしないと少し下がって見えますから、目から上の部分、天井は特に目らし気味に作っていきます。水平な石膏ボード部分の下地もできます。同じような形の下地なんですけども、水平か勾配かっていう違いだけですね。天井の下地ができたので、まずは勾配部分の杉板を貼っていきます。天井板は杉の12ミリの無地の無垢材です。前回玄関ポーチを貼った杉板も無地の加工板です。でもこの加工板とは品物が違います。グレードが違うってことですね。この杉板の場合は4メーターもんで作ってあります。そしてこの表面加工も1ランク上で仕上げてあります。勾配で小穴に差し込んで貼っていくようになるので、実際の長さをバカ棒を作ってやって、そして長さを切っていきます。まず板の切れ端を並べて天井板の割りをします。最初にこの割りをすることで、両端にまともな板が入るのか、まあ、半分に切れるのか、それを確認します。この板自体は全部が無地板になってます。でもこの色合いは一枚一枚全部違います。無地板だけが入ってるだけで、トモギとか兄弟の木はもうめったに入ってません。ですから自分の好きなように並べてるんですけども、白いのから赤い方に並べて貼っていきます。白から赤じゃーっと割りはうまくいくかなと思ったんですけども、まあ、少し寸法が足りませんでした、まあ、ですから3分の1ほど両端でカットして貼っていきます。では貼っていきます。貼るのは木工用ボンドと4ミリタッカーの併用で貼っていきます。天井の中央に照明器具の電気を出してやります。ネジは中央バッチリいったんですけども、ちょうどその上に上り針がおりました。ですから線を出すのはなかなか
線の穴なんですけども、まっすぐ上向けて開けて、そして線を無理やり通しておくと、電気屋さんがまた器具つけた時に余分な線が上に上がりません。ですからこの場合ですと、少しドリルの穴を斜めにこもんでやってね、余分な線が軽く上げられるように開けてやります。そしてまっすぐな部分の石膏ボードも貼ってきます。天井はボード9ミリなんですけども、片手で折られて天井貼っていく、なかなか辛いです。ですから自分は文句の言わない相棒と貼ってきます。建物の造作なんですけども、まず造作入りますと2階の床から張ってきます。そして自分は天井を下地したらボードまで張ってしまいます。人によっては天井を先張るんではなくて、下地だけをもう家一軒全部回って、それから天井も壁も一緒に張っていく人がいます。でも自分は天井なら天井だけを割と早めに張ってしまいます。というのは、足場をかけた時にもう一気に張ってしまえば二度手間になりませんし、吹き抜けの天井の場合は天井を張って、その天井の足場で壁も上から一列張って回り口まで収めてしまいます。そうすれば高いところの足場は一度で終わってしまいます。そのように早めに自分は天井からやっていきますね。これで吹き抜け部分の天井と共用ホールの天井ができました。この吹き抜けは畳6枚分あります。共用ホールは畳4枚分、まあダイナミックなスペースですね。そしてこの端からこの三脚に4メーターのキャットウォークがつきます。この窓を開け閉めするのに、まあ、行くだけなんですけども、そしてここに手すりがつきまして、3人のお子さんの勉強机になるかなと思うんですけども、それも4メーター通ります。それもまた次々とやっていきます。以上、役所さんでした。